はよう。ちょっとさ、待ってください。リップを。おはようございます。リップきゃー、3時半に起きました。3時半起床でした。めっちゃ早起き。おはよう。持っていくものの準備とか何もしてない。やばい。やばいやばい。今日は黒です。スカートも黒。寝ました。1時に寝て3時半に起きました。おはよう。早寝早起き。やばい、スカートにタグついたままだ。おっちょこちょいすぎ。はい、タグを切りました。危ない。タグつけで出かけるのはちょっとさすがに。寒いですね。おはよう。おはようございます。みんな早起きありがとうございます。お仕事で早起きの方も見に来てくれてありがとうございます。出勤中気をつけて。寒いですか？外は。外の世界は寒そうだわ。おはようございます。もうね、なんか寒すぎてか分かんないんですけど、足のさ、なんていう、太ももの裏が乾燥でじんましんみたいにできてて、最近毎日かゆいんです。太ももの裏が何なんですかね。これが寒冷じんましなのかな、分かんないけど、めっちゃ赤くブツブツができるようになっちゃって、かゆすぎて。でもかいたらもっとかゆくなるから我慢しなきゃ。やばいよね、乾燥かもね。この時間は寒いですよね。キャー、昨日誕生日でした。おめでとうございます。昨日そうちゃんも配信中。そうなんですよ、早起き頑張ったぜ。ね、皮膚科行きたいんですね。ちょっとさ、痒すぎて多分寝てる間とかに気づいたら書いてるんだろうなって。引っかき傷みたいなやつもね、この前できてたから、プツプツなんかできて。おはよう。こういう朝早い日ってさ、朝昼晩のご飯じゃ足りなかったりするから、今日は恐ろしいです。とっても恐ろしい。何食食べるんだって。もうすでに朝ごはんは4時にヨーグルトを食べました。保湿クリーム塗ってもダメだから、昨日はあれ、何ですか、ピンクの皮膚科とかでもらう薬、あれ塗りました。なんだっけ、ヒルドイド、赤ちゃんとかがもらうやつあるじゃん、皮膚科行ったらね、子供がもらったりするやつを塗ってみた。おはようございます。
なも気をつけて、乾燥に気をつけて、乾燥肌、みんな乾燥肌ですか？私はもう極度の乾燥肌です。保湿いっぱいしてくださいね。あと手もさ、手もすぐ荒れちゃうから、ハンドクリーム塗っても乾燥しちゃうから、もう昔からみんなもいっぱいベトベトに塗っといてください。最近可愛いニベア塗ってる。おー、ニベアといえばもう冬って感じだ。冬の CM って感じ。ペタペタにしてね。なんかあんまり保湿系とか塗ると太陽に当たった時日焼けするみたいなやつも聞いたことあるんですよ。だけど怖いわ。おはよう、おはようございます。尿素入りのハンドクリーム保湿になってるね、便利だよね。あれ、膝のかかとのさ、カサカサ、膝のかかとって何？足のかかとのカサカサとか取るやつでしょ。おはよう。カサカサ、かかとは全然まだそんなカサついてるタイプじゃないけど、膝のカサカサやばい人ってさ、やばいって言いますよね。なんかタイツにこうひびが入るみたいな、なんかなんていう、割れ目なんていうの、裂けちゃうみたいな、カサカサで。でも私はかかと膝は無事まだ。ハンドクリームは薬局行って安いの買ってます匂いがないのがいいです。私ハンドクリームとかは匂いなし派。また冷え性やばいよ。靴下用のさ、カイロを買わなきゃと思っているけども、なんか靴下用のカイロ難しいよね。レッスンとかするときに履いてったら絶対もう一人だけ滝汗かいちゃうから。オキさん生誕立てました。お、当たってた。また来週会えますね。ポキオ生誕、早朝スーパーで買い出しするために起きてる。優しい、優しいね。気をつけるね、私も風邪ひかないように。今日は背中にカイロを貼ってます。背中にカイロ貼ってるから多分大丈夫。でも12時間で切れちゃうらしい。今から12時間って言ったらもう昼とか夕方にはもうぬるくなっちゃう。また張り替えなきゃいけん。おはよう。そう、靴下用のカイロを9枚目シングルの MV の時に衣装さんが用意してくださってて、みんなで履いて靴下も分厚いのを、 MV の時だけ野外だから分厚い靴下を履いて、そこにさらにみたいなあったんですよ、そんな感じのが。なのにそれでもう足寒いし、つま先はキンキンに冷えて痛くて全然ダメだった。でも日常的に生活する分にはあったかいと思います。おはよう。二度寝予定なのに目が覚めてきてしまった大変だ。じゃあなんかお家のお掃除とかするとか、読書して眠くするとか、なんだろうね、朝ごはん、あ、朝ごはん確かにゆっくり自炊してみるとか。朝ごはんを作る。味噌汁、卵焼き、鮭、白米、梅干し、編み物。なんか宮脇さくらさんがさ、編み物
してるっていう情報を SNS で見て、自分で編んだ帽子をかぶってらっしゃって、めっちゃ可愛かったんです。なんか猫耳みたいなニット帽をかぶってる写真が流れてきて、自分で編んだみたいな、すごい、あのこういうこういうやつ、こうやってよく見る毛糸でこうやって編むやつ、すごくない？どんぐらいかかるんだろう、一個作るね。趣味欲しい昨日メールでも送ったけど、趣味がなんか欲しい。私定期的に趣味を欲しがるよね。趣味、なんかアイドルをさ見ることとかが趣味だったけど、もともと自分がアイドル側になったら見に行ったりもできないからね。趣味、なんか趣味欲しいけど、なんかないかな。一時期はアニメを見たりするのハマったけど、なんかテレビの前でじっとしとくのが苦手になっちゃいましたやっぱスマホとかがさ普及しすぎてさ、テレビの前でじっと見とくとかが難しい。スマホで見てると、あのなんか移動中とか見てるとさ集中できるけど、家にいるとあれしなきゃとか言って立ち上がってどっか行って、またあ見逃したって言って巻き戻したりして、もう一生進まないんですよ。あ、散歩趣味です。ウォーキング趣味、ウォーキング趣味だけど、なんか趣味、確かに趣味ですね。もうなんか習慣化しちゃったから生活の一部だけど、ウォーキング趣味か。お料理ね、お料理いいよね。お料理作りたいです。肉じゃが作りたい。肉じゃがとハヤシライスとか作りたいんですけど、あのだいたい専属の作ってくれるソラハさんっていう人がいて、昨日も鶏肉を焼いてくれました。あとチャーハン、海鮮チャーハン作ってくれました。もう専属料理人がいるので私もなんか作れるようになりたいな。趣味料理っていいよね、生きていく上でも使えるし、食べること大事だし。14分です。早い早いよ、早すぎだよ。今日はもうお別れです。趣味、なんか行動する気、一時期スイミングを始めようかと悩んだ時期もあったんですけど、そう始めたいなと思って、広島のスイミングスクールみたいなのなんか泳げる場所を探して、それで満足して終わりました。だからもうダメかも壇上読もうかな。ではいきます。13位サワッチョさん、12位陣内さん、11位大吉さん、10位いっちゃん、9位カズノシンさん、8位スプマンテさん、7位クックさん、6位カードリさん、5位福ちゃん、4位しんいちさん、3位しんちゃんさん、2位トニさん、1位おすじくん、ありがとうございます。ありがとう、朝早くからあの配信のために起きてくださった方、今すぐ二度寝してください。申し訳ない、もういっぱい寝てくださいね。もうありがとう、朝から付き合ってくれて。みんなも一日暖かくして過ごしてください。私もポカポカにします。ではまた、おはようメールで。またね、バイバーイ。